リアルな気持ち感じていた。チャイムが鳴り、教室のいつもの席に座り、何に従い従うべきか考えていた。ざわめく心、俺にあるもの、意味なく思えて戸惑っていた。放課後待ち、ふらつき俺たちは風の中、孤独瞳に浮かれ寂しく歩いた。笑い声とため息の飽和した店で、ピンボールのハイスコア競い合った。退屈な心、刺激さえあれば何でも大げさに喋り続けた。従うとは負けることと言い聞かした。友達にさえ強がってみせた。時には誰かを傷つけても、やがて誰も恋に落ちて、愛の言葉と理想の愛、それだけに心奪われた。計算高くなれというが、人を愛すまっすぐさを強く信じた。大切なのは何？愛することと生きるためにすることの区別。